皆さん、こんにちは。ワナルグルージです。では、今回は、カンパニー・オブ・ヒーローズ。こちらを新しくプレイしていきたいと思います。まあ、カンパニー・オブ・ヒーローズはですね、戦略級というよりかは戦術級のシミュレーションゲームなのかなと、ここまでプレイしてきて感じているんですけども、今回は、このカンパニー・オブ・ヒーローズ、新しい3もね、発売が予定されているということもあって、新しく挑戦していきたいと思います。では早速ですね、キャンペーンモードから、ノルマンディ進行、このミッションを選択して、ステージ1、オマハビーチをプレイしていきたいと思います。で、基本的なプレイの方針に関してはですね、各ステージ、まあ序盤はリハーサルを行って収録に臨んでいきたいと思います。なので、まあ途中からですね、リハーサルを行ってないところは、ぐだると思うんですけども、皆さんからいろいろとですね、アドバイスとかコメントいただきながら、うまくクリアしていけるようになれればいいかなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では早速プレイの方を始めていきましょう。では、こっから、プレイ開始です。25人の兵士を上陸させろという命令ですね。上陸ポイントはマップで言うと矢印の方向、右上ずらっと、ここですね。ここまで25人の兵士をなんとかね、連れて行こうという内容です。まあ、できるだけですね、遮蔽物をうまく使いながら進んでいくのがもちろんいいと思いますので、隠れながら進んでいきましょう。で、まずはバット行っちゃう。
本当はね、遮蔽物使いながら進んでいくっていうのが、セオリーであり、一番いい戦い方にはなるんですけども、まあ、それだけではどうにもならない数っていうのがあるので、まあ、ここはですね、まあ、思い切って、ぐりぐりと、部隊を前に出していきましょう。はい。予定していた部隊を、なんとか、たどり着かせることができましたね。で、この後、工兵がここにいるんですけども、この工兵も合流させましょうという内容です。工兵も無事にたどり着けました。鉄条網の一部を破壊。これで中に侵入できるようになりました。というシチュエーションですね。では、部隊、送り込んでいきましょう。梱包爆弾で敵の要塞を破壊しろというのが最初の命令になります。まずはこのマシンガンをなんとかね、なんとか突破したいですよね。一つ目を破壊。そして要塞を破壊。爆弾、まあその中の梱包爆弾投げ込めるのは工兵だけなので、工兵がねダメージ受けないようにしっかりダメージコントロールする必要があるのかなっていうのがここまで序盤プレイした感想です。で、まあ、しっかりとですね、遮蔽物を利用していれば、ダメージを受けない場所っていうのはいくつも用意されているので、それらをね、うまく利用してやから、いくつかの分隊を、まあ、指揮する、動かすっていう形になるのかなと思っています。さあ、続いて、88ミリ砲。これの2機撃破ですね。どこにあるかというと、矢印のここ、ここ、合計2箇所ですね。これらをうまく、突破していく必要があるかなというところですね。さあ、では進んでいきます。この端っこですけど、ここもね敵のマシンガン陣地があるので、これ制圧しておきたいと思います。制圧完了ですね。はい。そしたら今の部隊配置なんですけども、ここに1部隊、ここに1部隊と合計2部隊配置してます。で、まずは左側の部隊ですね。ちょっと先に進軍させましょう。工兵はね、ダメージ受けたくないので、要塞の近くで待機。これ変わらずですね。で、一つここに敵の拠点があるので、この拠点梱包爆弾で撃破しておきたいと思います。今、投げましたね。まずは一つ目破壊完了。もう二つあるので、それも破壊したいかな、というところでしょうか。ライフル兵の、手榴弾で、撃破したら、梱包爆弾を投げて、敵の拠点を破壊していく。まあ、これの繰り返しですかね、基本的にはね。では3つ目の梱包爆弾投げて敵の陣地を破壊しておきます。今投げましたね。
続いて、じゃあ、本命。敵の88ミリ砲。これの破壊へと進んでいきましょう。前進します。88ミリ砲がどこにあるかというと、ここが一つ。ここが一つ。まあ、左側から入っていきましょう。ここも梱包爆弾が必要になりますので、うまく梱包爆弾を投げ込める位置までね、進んでいくっていうのが最初の任務になりそうですね。さあ、ライフル兵を突入させたら梱包爆弾を投げ込みに、歩兵を連れていきます。今、ここが戦場になってますけどね。もう一つ破壊しに行きましょう。そうしたらもう一つの分隊も突入していきます。ちょっとエンジニア、工兵部隊が敵の攻撃を受けているので、工兵部隊を守りつつですね、別の分隊を進出させて、それで制圧していきましょう。で、工兵が到着したら梱包爆弾を投げ込むと。まあ、ここまでは実はその、リハーサルをやってきたところなので、この先ですね、全く、お初になるのがここからになります。まずは上陸ポイントの確保に成功したというところですかね。最後の梱包爆弾がどうだろう。味方も巻き添えにした感がありましたが、なんとかミッション攻略完了してまーす。ディン、連合軍の人的消耗251。という感じで、今後このカンパニー・オブ・ヒーローズプレイしていきたいと思いますので、まぁ、ちょっとプレイのコツとかね、そういうところも含めて、皆さんからいろいろ温かいコメント、アドバイスいただければ嬉しいなと思います。では、今回はここまでにさせていただきます。